あのタトゥーをね施術してる方が医師法違反医療行為だっていうで起訴された案件これもっともっと最初からもうそれは無理めでしょうと思ってたんですよね。で案の定といいますか司法判断としてはその無罪が確定したってことなんですけどこれねあの僕タトゥーについての社会的な評価っていろいろあると思うんですよ。僕個人はタトゥーは入れませんし入れる予定もないんですけどそれは僕の個人的な感覚なんでそれは僕のほら髪の毛も含めてさ これも何も何してないわけじゃん。だから要するに染めもしてないし着るのも自分だし要するにあの見かけに対してそ,そこまでなんていうか意識的に何かをするっていうことがないという存在なんで僕はねだからえっ、ー、とそのタトゥーをするってことは僕はしないんですけどでもそういうことをされる方が別にいてもそれはその人の生き方なんだろうし表現なんだろうし。 えーとやかく言うことじゃないと思うしそういう多様性を受け入れればいいと思うしそれからそのまあもう以前から僕は言ってるのは皆さんご存知の方がご存知だと思うんですけどその、まあ、温泉とかあのそういうところでタトゥーが入っている人お断りっていうのはこれはもう本当にきらか,にからさまな人権問題だと思ってる。でまあ一部の,その方々がそのタトゥーっていうかそういうのを入れる習慣があったとしてもそれとその一般にタトゥーを入れてる方々をあのごちゃ混ぜにした。 ね、してお風呂入るなとかいうのはもうむちゃむちゃもういいとこでしょうと思ってるんでまあだから基本的に僕はそ,のそういう日本の社会のあり方に対しては批判的なんですよ一,般一貫してね。それで今回の,あの,そのタトゥーの、うんまあ、ことを何な,なんとか刑事事件にしようと思った方々ってのはいや分かんないですけど僕やっぱりそういうタトゥーに対する反なんていうかな否定的な評価っていうのを背景にしてるような気がするんですよねうんおそらく。 わかんないですけどタトゥーをするなんてとんでもないっていうかそれはまあ反社会的とは言わないけどそういうことだからそれをやってる人たちをその医師法違反っていうかその医療行為をやってるんであのそれは医者しかできないことなんだからって言って、まあ、ちょっとあのっていうようなことだったと思うんですけど司法判断としてはその筋を通したことはよかったなと思うんですけどで国家なんですけどそもそもあの僕はその国家資格とかそういうものに対して極めて懐疑的なんですね。もちろんあの 弁護士とか医師だとかそういう資格があるということに一定の社会的な意義があるとは思うんですけどそれを厳格に解釈運用することに対しては大変批判的でえともともとだからまああの僕はリバタリアン的なところがあってそのうんまあなんていうのかなミルトン・フリートマンがそのフリートチューズの中で展開してたように。 あのそもそもそういう資格制度とかってどうなのよっていう気持ちってあるわけですよ。あ,のある一定の,そのなんか要件を満たしたらその人はもう、えー、とそういうことができるんだけどそうじゃない人は排除されるみたいな国家によるその独占みたいなのはもともとおかしいんじゃないのっていう気持ちが僕はそれは個人的な思想ですけどある,あるんですよ。でだからそういう視点からもその、えー、と医療行為とかそういうことをね厳格に解釈して。 あのいろいろ言うことに対して極めて懐疑的なんですけどまあそれにしてもやっぱりあのこの判決の中でも述べられてたみたいですけどそのタトゥーを入れるっていうそ,の、まあ、それをやあの個人的に選択するかどうかは別としてねそれってどっちらかというと医師が勉強する内容とか医師の国家試験が想定している内容と全く違うわけじゃないですかこういうデザインでこういうまあだから一つの技術ですよね。 だからそれを医療行為として医,師医者しかやってはいけないってするっていうのはもともと無理筋だと思うんですけどそれプラスですねやっぱり組み合わせということを理解してないんじゃないかなと思うんですよ。じゃあタトゥーを施すことによって、えー、と何らかの皮膚に影響が出たとしましょうそしたらその時に医者にかかればいいんじゃないんですかその医者があらかじめその、えー、とタトゥーを施す時には 医者がいなくちゃいけないっていうのはおかしいわけで何か問題があったらそのお医者さんにもちろんかかる必要があるんでしょうけど問題がなくて済んじゃう人も、ま、ほとんどなんでしょうしね。というのはこれね考えていただきたいんですけどただ僕はあのこれ今あのもうずっとラ,ランニングの時のシャツを日常的にも着てるわけですね。僕はこの生地すごい好きなんですけどあの生地によっては肌腫れたりかぶれたりするでしょ。もうゴワゴワのやつとか 僕なんかねちょっとゴワゴワした服が嫌いな苦手なんですよ。こういうなんか柔らかいこれ柔らかいんですけど、だからということはさ、いええー、とじゃあえっ、ー、と服って場合によったらその皮膚に影響を与えたり障害があったりするからじゃあ皮膚をあのだから服を買うとき医者がそれは医療行為ですとは言わないじゃない。<laughs> まあそれ極論だっていうかもしれないんだけど、じゃあ例えば食べ物だってさあの食べ物を食べるときにはその。 場合によっては、その、まあ、アレルギーの方もいらっしゃるし。その、体に影響を与える場,ある場合もあるわけだから、じゃあ、それは。えっ、ー、と、食べ物を食べるのは医療行為ですっていうわけにはいかないでしょ例えば、アルコール飲むのも、アルコール飲みすぎるとね、いろんな大変なことがあるから。それはもう医療行為ですっていうわけにはいかないじゃん。だから、その、なんか、なんていうかな、保護主義っていうか、パ、パターライズムっていうのか、その。えっ、ー、と、何かをすると、影響があるかもしれないから。それは医療行為としてやらなくちゃいけないっていうのを。 まあもちろんだからタトゥーはねあのご飯を食べたり服を着たりすることに比べたらよりあの何か影響が出る蓋然性が高いとかいう議論もあるのかもしれないんだけどそしたら髪の毛染めるとかどうなんですか俺は染めないですけど髪の毛染めるんだってなんか皮膚とか髪の毛に何か影響出るかもしれないじゃないで要するにその時組み合わせっていうのはね、まあ、そういうせいの専門性があるわけですよ。でもし ねえー、と何らかの身体的な影響が出,ると出たとしたらその時にはお医者さんにお願いしましょうっていうその分業体制っていうかそのオプションっていうか組み合わせで十分じゃないですかだかタトゥーの場合もタトゥーを施したことによって何らかの影響が出たらその時はお医者さんにもちろん頼むのがいいわけででもそれ以前にあの医者が現場で感受しなくちゃいけないっていうのはどう考えても無理筋ですよね。 そういう形でその組み合わせとしていざという時の,その、まあ、なんていうかな、えー、と関与すると、まあ、専門家として医療関係者ってことがいれば僕は十分だと思うんですけどねまあ以前世なんかそのなんか今回の一連の出来事っていうのはそのタトゥーというものに対する社会の偏見というかなんかある種の否定的な評価に基づいてちょっとある種のポピュリズムっていうか誰も喜,喜ばない。 ポピュリズムであのやってしまった感じがあって明らかに僕は勇み足だったんじゃないかなと考えます。